平井デジタル改革担当大臣は、アベマニュースの番組に出演し、デジタル庁を来年中に立ち上げる考えを示しました。来年中にはスタートさせたいと思います。平井大臣は、デジタル庁の設置時期について、当初、2022年4月より早い時期としていましたが、来年中に発足させる考えを示しました。 さらに、経産省や総務省、内閣官房の職員らと準備を進めた上で、デジタル庁の職員については、民間人も含めて、広く募集する考えを示しました。デジタル庁で働く人たちも含めて、これも完全に公募でやるしかないな行きたいって思う役所を作りたいと思ってるんで。うん、また、デジタル庁のトップとなる長官についても。 民間の人人を登用ししたたいといいととう個人的な思いがあると述べましたさらにデジタル庁の場所は東京にこだわらない考えを示し究極のことを言えばオフィスはなくてもいい最初から全員リモートでもと述べました。